どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またスタイリング動画になります。今日はなんと横着な方向けの簡単にできるウェーブヘアの作り方をご紹介します。今日はなんとゴム1本でちょっと変わった感じに留めてやってみました。結構前とかやったのをこう3本留めたりとか2本留めたりとかいろいろ方法でやったんですけど、今回は1本で本当に簡単にできる、ウェーブヘアの作り方になってます。ただ1個だけポイントがあって、ロングヘアの方がやっぱり結構対象になりますね。短い方は、前の動画を見てもらったらいいかなと思うんですけど、ロングヘアの方で何個も分けるのもやっぱ大変やっていうことも結構いただいてたので、今回1本だけで1つだけ後ろがこの辺の部分のウェーブがちょっと弱くなりやすいかなっていう部分があるので、その時はこう今回ちょっと前に持ってきたんですけど、ちょっとこう上気味にまとめて巻いてあげると結構簡単にできるかなと思いますので、その辺も合わせてよかったら見てみてください。それでは動画をどうぞ。まず全体的にしっかりとブラシで溶かしていきます。次に下向いて後ろから前に向かって全体的に髪の毛をまとめていきます。次は上でゴムを結んでいきます。結構緩めに結ぶのがポイントです。だいたいこのぐらいで結んでいます。結構ラフな感じで大丈夫かなと思います。次にコテで巻いていきます。毛束をちょっとだけ細かめに取って中間から内巻きでも外巻きでもやりやすい方で大丈夫かなと思うので、巻きつけてなるべく根元付近から巻きつけてカールをつけてあげます。このぐらいのカール、これを全体にそうですね4等分から5等分ぐらいで巻いてあげると綺麗にカールが出ると思います。今回は内巻きに全体的に巻いています。なるべくこう根元付近まで巻くと上からカールが出るので、根元付近から欲しい方はなるべく根元まで巻くようにしてみてください。こんな感じで巻き終わった状態になってます。次にオイルをつけていきます。毛先付近からしっかりとまとまりが出るようにつけていきます。でゴムを外していきます。するときれいにカールがしっかりと出てます。でブラシでしっかりと溶かしてカールを緩めていって、バランスを整えたらこんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。自然にルーズなウェーブヘアになってます。よかったら参考にしてみてください。